先生、最近手の指の節が痛くて、なんだか変形してきたような気がするんです。友人にリウマチかもしれないって言われて、すごく心配しています。痛いのはこの指のここですね。なるほど。指の痛みは主に DIP 関節、つまり俗に言う第一関節に集中しているようですね。リウマチは関節の炎症を引き起こす疾患ですが、DIP 関節が変形するのは基本的にリウマチの特徴ではありません。じゃあ、私のこの痛みと変形はリウマチじゃないんですか？その可能性は低いですね。DIP 関節に痛みや変形が見られる場合、変形性関節症、つまり関節の軟骨がすり減って起こる変形による痛みの可能性が高いです。特に DIP 関節に起こる変形性関節症をヘバーデン結節と呼びます。女性ホルモンと密接な関連があるので、更年期以降の女性に多いのが特徴ですね。女性ホルモンですか？はい。もともと女性ホルモンは、軟骨の成分であるコラーゲンの生成に関わっていて、これが更年期になると急激に減ることで、軟骨がすり減りやすくなると言われています。変形性関節症やヘバーデン結節、それはリウマチとは違うんですね。治療方法はあるんですか？はい。変形性関節症やヘバーデン結節はリウマチとは異なります。すり減ってしまった軟骨を元に戻したり、変形した骨を元の形に修復するような意味での完全に治すという方法はありませんが、痛みを軽減するための治療は可能です。例えば、痛み止めの薬の使用や、場合によっては関節の固定を行うことで症状の軽減を図ることができます。なるほど。痛みを少しでも和らげることができれば、それだけでも違いますね。まさにその通りです。また、日常生活での手の使い方に注意することや、適度な運動を心がけることも大切です。関節に過度な負担をかけないようにすることで、症状の悪化を防ぐことができます。よろしくお願いします。まずはレントゲン撮影をして、どの程度の変形があるのか確認しましょうね。